ゲストコーナー、今週のスポットライト。山本文也さん、1950年高知県生まれ、60歳。実家は新聞販売店で、小学生の時から新聞を配る新聞少年として育ちました。地元の高校から京都の立命館大学に進学。そこで漢字学者の白川静香さんに出会います。卒業後一旦は地元で国語の教師になりますが、漢字の研究を諦められず、大学院に戻って白川さんの下で東洋思想を学びます。その後は大阪で高校の教師をしながら、日本文字文化機構の研究員として漢字文化の研究を続けています。山本文也さんが今日のゲストです。山本さんです。こんにちは。あ、よろしくお願いいたします。スーツを着てネクタイを締めていらっしゃるゲストの方ってね、意外に少ないんですよ。意外にね、割とフラッと入ってくるような感じで、通行人がそのまま入ってくるような感じで、楽な感じの方多いんですけど、緊張しております。土佐清水のご出身だって、今ちょっ と高知県の地図を見ながらお話してるんですけど、はい、土佐清水っていうのは高知の、まあ、左の隅にあたって、はい、四万十川の河口のすぐそばで、はい、足摺岬がすぐそばにあって、いいところを見たいですね、地図で拝見すると。はい、彼もそうです。いいとこ。はい、いいところです。ここでね、清水小学校ってのあるんですよ。そこに入って、で清水中学校ってあるんですよ。そこに行って今度高知県立清水高校って、そこにずっと清水で高校までね、はい、18歳まで500メートル内で生活しました。今半径500メートル、18歳の頃ずっと土佐清水で、はい、それで大学でこれが立命館に行くわけですよね、はい、これが運命を決めちゃうんです、立命館に。で白川静香という文化勲章をお取りになった大学者との事業に立命館でお出になったのが人生大きめになって、そこから一挙に、まあ、白川静香さんっていうのは白い川に静岡県の静かいで白川静子さんって方なんですけど、この方っていうのは何て言うんですかね、漢字に関する考え方を根底から覆したって言ってもいいんですね、うん、漢字はこういうものなんだっていうのを、この人がこの方なんて言うんですかね、どんな組織にも属せなかった方なんですよ、はい、自分一人で考えて考えて研究して研究して、漢字はこうして生まれてきて、日本にこうして漢字が渡ってきて、日本人は漢字をこう解釈してこう読んでこう書いて今生きてるんだっていう、もう大系一大漢字系統を自分で確立した方なんですね、うん、で今日はそのお弟子さんなんです、はい、山本文也さんは、でその漢字のお話を伺うと、よろしくお願いします。でこの漢字なんですけど、はい、世界に何大文明とかいうのがあって、まあ、中国文明があって、さ、あとナイル川のところにエジプト文明があって、あとティグリス・ユーフラタス川にも文明があって、ナイル川でもティグリスあたりでも文字はあったんですってね、はい、古代文字というのはそれぞれの文明の中で生まれてますね。でヒエログリフがエジプトにあった、ヒエログリフ、はい、でそれはもうすでにローマライズされましたね。でシュメールのくさび型も文字、これはもう滅びてしまっている。で唯一生き残っている、文字は中国文明から生まれたいわゆる甲骨文字、それがそのまま延長して漢字になっていきますね。甲骨というのは年取っちゃったんじゃないんですか。一応亀の甲羅に、はい、そうですね、亀のお腹の甲羅なんですね。で背の甲羅は硬いですから、刻むのにお腹の甲羅を使います。おお、甲骨の甲羅って亀のお腹の柔らかい、はい、外側に書くんですか。まずさばきますね。ノコギリでさばいちゃうんです。上下にさばいちゃう。はい、そうです。ノコギリで。はい、肉は食べないで。食べないです。もったいねー。もったいないですね。肉の部分はちゃんと保存し続けるんです。肉は保存して、お腹の方の柔らかい皮の、はい、内側外側に描くんですか。外側に描きますね。あ、そう。これ刃物で掘るんですか。おそらく鋭利な刃物ですね。黒曜石みたいなもんですかね、とこあった、うん、おそらく石器とその頃もすでに金属製のものがあるいはあったかもしれないですから、それは4000年近く前の話です、うん、3500、600年前ですね。で中国人が漢字を、甲骨文字を、河原の骨、甲骨文字というのを亀のお腹の内側のね、骨に字を
書いて、はい、で昔占いってやってましたよね、はい、その甲羅を焼いて、はい、どうひびが入るかっていう、はい、それとそれは一体化してるんですか。一体化してますね、はいはい、文字を書いたものを火に炙ってひびが入るのを見るんですね。つまりこれはそれ漢字のような模様のようなものを書いて亀の甲羅を火に炙ってそこにどうひびが入るかで、はいはい、占う、はい、占いますね。それ占う人間は誰が占ったんですか。中国いわゆる帝人と言いまして、今サダという字書きますね。これ占うという意味なんです。問うという意味なんですね。でちょっと待って、定め、帝人って定める、定める、あサダ、サダですね。うん、そうですね、定宿の定、定宿の定、定宿の定。ちょっと待ってね、今日せっかくですんでね、概要スケッチブックとね、マジックを持ってきてね、サダという字は、これ上は何編っていうの、これ上についてはこれ僕の、僕と発音しますね。僕、うん、左僕前の僕。そうです。左僕前、上についてるのは、これ僕でしょ。そして書くのはページみたいなやつ、はい、ページの それが甲羅にあのひび割れた形ですね。甲羅のひび割れの形、このとっていう字に似てるね、僕、はい、その下に貝を書くんですか。貝を書きますけども、元はかなえの形なんですね。足がなえの形です。あの三本足のある容器ですね。かなえ、かなえの形状を問う。はい、そうです。それが今貝になって簡単になった。そういうことです。今なんで手の話してるんでしたっけ。これ手って何です。何なの。それ占いの音です。あ、そうそうそう、これ占い、これを手という人物が占いをしていた。あのその占いの人物集団を帝人って言うんですね。帝人、そうです。この人たちは、つまり占いというのは、この漢字というのは、もともと神様との意思交換に使ったというのがこの話ですか。はい、その通りです、うん、で漢字を用いて、今年は雨が降るか、あるいは今週に雨が降るか、あるいは実りはこの1年に、受けることができるか、とうとういろんなことを聞くんですね、神に対して、うんうん、で王様自身が占いする場合も中にはあるんです。でそれはちゃんと記述として甲骨文字に残っております。つまり漢字っていうのは、その中国で生まれたのは、そのまあ、人間世界の上の方にある神様と人々、特に神様と王様が意思を伝える合うために、ある種の模様を考え出して、はい、その模様を亀の甲羅に彫って、それで王様と意思交換をして、はい、でその模様というのは人間の身の回りにあるものからこう考え出した模様だったんですか。ね、そういう文字もありますね。でただ多くは儀式の、うん、儀礼の形を漢字の中に投入してるんです、はい、ね、ですから、例えば歴史の史という字がある、これは山本文也さんの文という字ですよね。そうですね、はいはいはい、でその字などは祈りの、器に枝をかけて、それを手に持ってる形なんですね。ちょっと待ってください、はい、歴史の詩です、はい、これから、はい、歴史の詩はまず口を滑った形なんですけど、この口というのは実は口ではなくて、はい、祈りの器だっていうのは、これ白川静香先生が言い出したことなんですか。はい、そうです。これ口というのは実は口ではなくて、うん、祈りの器で、変なネーミングは祭というふうに白川先生は名付けたんですよ。祭、はい、というのはつまり英語の U を薄っぺらにしたと考えてください、はい、つまりこの口というのはこういうふうに書きますけど、祭、はい、は下の方が丸いんです。で上の方が一本でピッ、丸い器になってるんですね。この祭、口でこの祭字の祭の入れ物に棒、枝ですね。枝、はい、枝を中に刺して、かけてるんですね。刺して、それで、はいはい、それを右手で持っていますね。支えるんですね。これ持つ、こういうことなんですね、うん、それが、これね、これよくない、山本さんと話してるとね、何の話をしてるか分からないとか。さっき、サダの話してて、これ、何の話してる。占いの話です。占い。これで、これが何で、歴史の詩が、これが歴史の詩が、はい、これが何なんでしたっけ。占いの時のそれで、そのお祈りを、天あるいは神様にお伝えする儀礼ですね、うんうん、その方法が詩という字の中にあります。つまり
口というのはさっきの話の続きですけど、人間の口から取ったものではなくて、いろいろな祭事に使うものを入れる入れ物、はい、四角い箱みたいなものからこの祭という U の字を、ローマ字の U に近い字が考え出された、はい、で あとはその人の手とか目とか物とか、今右手で支えるってありましたけど、はいはい、人の目からとか、はい、字ができていくわけです。はい、そうですね。目からは最初は目の形だったんですか。はい、子供が赤く人間の目ので、真ん中にこんな感じだったんですか。目はそうですね、もうおおむねはそれは縦の形になるのが普通なんです。漢字の例えば見るという字は縦長に目が入りますね。ええ、でおおむねは縦長の形で目を表すというのは普通です。 目って字漢字で書くと、はい、縦に長い四角書いて間に2本線が入って、はい、これは目を縦にしたもんなんだ。そういうことですね。中がね、瞳なんですね。中がこういう黒い瞳なんだ、これが目の始まりですか、字の。そうです、うん、そういう文字が甲骨文字で残ってる、はい、たくさん、はい、人という字もそうですか。はい、そうです。人がどんな形で残ってたんですか、甲骨。人というのは人が、思いなしかうなだれた形ですね。頭をかしげて、で膝を曲げて、うなだれた形が人の形です。うん、頭をかしげて、こんな感じですかね。こんな感じですか。先生書いてください。はい、ありがとうございます。だいたいこういう形で書きますね。ああ、手を前に出して、はいはい、ビローンってこの柳の葉っぱが分かれてるみたいな。体がこうくねっとこう回ってるような。これがだんだん人になっていく、はい、それで漢字になっていくわけですけど、はい、これを全部その白川先生は自分でお考えな甲骨文字を研究して、あと金文字というのも、はいはい、これは甲骨文字というのは亀の甲羅に彫った文字、金文字というのは金属に刻んだ文字、これもいっぱいやっぱり、ね、はい、パッと思いつくのはその鐘にね、はい、鐘楼に彫った鐘、まあ、文字なんて思いつくんですが、はいはい、それはたくさん残ってる、はい、残ってますね。甲骨文字はおおよそ20万点、つまり骨片ですね、はい、甲骨の骨甲羅で 20万ほどの、かけらが、ほとんど、中国の、北京大学に残ってます。でそういうものを、コピーあるいは拓を取ったりしますね。でそれが白川先生のところに入る。でそれをことごとく白川先生はそれをトレースします。でそういう集積を、のうちから研究分析されて、今のようなこういう感じの体系を作り上げていくという長い作業を白川先生はされてきました。2010年です、今年ね、はい、白川静香という方はね、1910年にお生まれになってるんですよ、はい、で今年ちょうど生誕100年なんです、くしくも、はい、で96までお生きになったんですけど、55が120まで仕事のスケジュール入れてたって方なんですけどね、120歳までスケジュール入れといて、ここまで頑張ってこの仕事やるんだって、ずっと仕事やってた方なんですけど、それでその県立清水高校から立命館にお入りになって白川先生の授業を受けて面白かったんですって。はい、もうブルブル震えました。もう鮮やかにその甲骨文字を黒板に書かれる。でその手のさばき、もうそこにも惹かれていきます。でその一つ一つの漢字の成り立ちを見事に解析していく。でしかもそこから、私たちが中国の古代文明あるいは古代精神みたいなものを、見ていこうという姿勢を本当に、注ぎ込んでくれたと思ってます。ですからその世界の文明の中で漢字が生まれて、その時期しか今まで残ってるのは漢字しかないんですよ、漢字がね、そう漢字というのは実はインドシナ半島でも使われていたり、朝鮮半島でも使われていたり、もちろん中国本土でも使われていたんですけど、もうどん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 中国本土だから簡単な漢字にしちゃってるわけです。文字をね、はい、事務の効率化とか、どんどん教育もその方がやりやすいってこともあるんでしょうね。それからもうお隣韓国はご存知ですハングルで、はい、インドシナ半島はローマ字表記にしちゃったりなんかして、で白川先生は漢字こそ東洋だっていう考え方なんですよ。漢字が
あって、文字だけで意思が伝えられる文化のエリアのことを東洋っていうふうに規定して、その東洋をね、あの漢字でこそ統一できるし心も通じる、今までちゃんとしたあのお互いにあの全滅させ合うような戦争をしてこなかった唯一の世界のエリアが東洋なんだってことで、この東洋愛っていう、東洋をもう一回、これ大東亜共栄圏じゃないですよ東洋っていう文化圏をね、漢字をもとにきちんと確立し直すべきだってお考えだったんですよね。はい、そうですね。もう東洋の復権と先生は言われてきますね、はい、でそれは漢字の中に、これまでの東洋の歴史精神が全てそこにと包まれて集約されているからですね。で漢字こそが精神文化を、伝承する唯一の生命線だと思いますね。まあ、常用漢字だとか東洋漢字だとか、そのね漢字を制限することはバカバカしいと漢字っていうのはね、よく見てあの意味が分かったらこんな分かりやすいものはないっていうのは白川先生の持論で、堀井美香、はい、美っていう字は美しいじゃない、はい、美しいっていう字は羊ですよね。はい、そうですね、羊なんです。分かる、はい、なんとなく分かる、上の方羊だもん、はい、羊ピョンな出汁が出汁が大きい、うん、羊が大きい、あの成熟した羊ってことですか。そうですね、あの見事にあの、羊さんの骨盤のあたりですね、ビュービューとした骨盤で、それをそれを神様が見て最も美しい、羊の姿であるという、でそういうものを生贄として神様は要求するんですね。羊ってたくさん結構使われてますね、漢字、はい、でもね、うんうん、羊の昔からね。おいおい、堀の堀なんて、お堀はどうですか。お堀の堀という字は、これはいわゆる国字ですね。日本人が作った字ってことですね。そうですね、はい、はいはい、で手編はこれは中国にもとよりありますけどね、うん、これは国字がまた目これ面倒ですね。あの例えばものすごい単純な話ですと、はい、もう小学生で分かってますけど、はい、中国から山という字、山ですね、はい、山という字がね伝わってきたんですけど、日本人はこれを山とも読むけど山とも読む、はい、はい、ここにあの白川先生の時頭というのと時通という辞書が2つありますけど、この間に時訓っていうのがあるんですねその時訓という本は、はい、どうして日本人は山という文字を山とも読むようになったか、うん、白という字を白川先生の白ですけど、白いと読むようになったか、この辺も日本人の頭の良さっていうかすごいですよね、はい、日本がどれほど漢字を見事に受容し、でそれを文化的に培っていく、でこれはもう日本の力量というべきですね。で従って日本人にとって漢字というものは単に与えられたものではなくて、そこからたくさんのものを生み出していく、で漢字が源泉になっちゃうわけですね。つまり日本人は源泉としてしまうわけですね。そこは日本の偉大さであると思っております。漢字を勉強するってことは、3700-800年の中国の歴史と実は日本の歴史と日本の精神をやや右翼になってます僕そんなことないです。いやでも本当にね日本の精神を勉強することになるんですよ実は、はい、ね、あの面白い話してあげますとね、道っていう字があるじゃないですか、はい、道、侵入に首、そう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 、はい、首という字を書いて侵入ですよね、正しく言うと、はい、侵入、侵入、はい、これはすごいんですってね、はい、この、白川先生に言わせると、この道という字はこれどういう生い立ちを持って生まれた字なんですか。道、はい、道というのはもともとは導くという意味なんですね、はい、で道という字の中になんと首があるという発想を取ります。まずでそれは明らかに首の形ですね。上に日本線がありますけども、これが、首に付着した髪の毛なんですね。二筋の髪の毛ですね。でそれを、手に持っている形が、その手の形が寸という字になりますね。で導くという字ができます。で左側導くね、はい、はい、左側下側にあるのがこれ侵入ですね、はい、これ道の半分の形と足跡の形を組み合わせた形ですね。侵入って足跡も入ってるんだ。はいはい、この下を流れる線、これが足跡の形ですね。侵入の下スーッていくのこれ足跡なんですか。はいはい。でこれ首があるのはどうしてなんですか。でおそらくはその首は、戦いで捕獲した、そういう捕虜ですね、捕虜の首の形にしといて、
でそれを手にぶら下げて、荒れ果てた場所を開拓していきます。で出来上がっていくのが道ですね。でかつては新たな土地というのはもうさばえなす荒ぶる者ども邪霊ばかりですから、それを退治するためには大変強力なパワーを持つ首をそこに見せつけていきますね。でそれで初めて道が開拓される、開かれるということになります。あのさっき山本さんが高校の時までは土佐清水で半径500メートルのところにずっと暮らしてたっていうお話ありましたけど、考えてみたら大昔の人っていうのは半径500メートルっていうか自分の生活エリアっていうのはごく限られていて、その自分たちが生活している村なりその外へ出てくっていうところは、その外には一体何があるか分かんなかったんですよね。あの外敵もいるだろうし、変な見たこともない動物もいるだろうし、悪霊もいるだろうし、そういうところ知らないところに自分が異なるところの世界に出ていくためには悪霊たちをまず参ったって言わせなきゃいけない、そのためにはその外で獲得した人間の首をちょんぎって髪の毛を持ってガーッと前に、それもう未知の世界に満ち満ちている悪霊たちをその首でねガーッと押さえつけながら進んでいったのが道という字だということなんですね。ですね。はい、そうですね。漢字はみんなそのようにしてできてる、これはだから呪術的なデモンストレーションと言っていいんですね。なんか全部こう信仰とかそういう宗教に関わってくるんですね。元より漢字は神との関係性を成り立たせるものですから、当然神との対応のそのスタイル様式で、それが漢字の中に記されていくということになります。まあ戦争なんかになりますって言うと、その首なんかを取ってね、首の数でそのいかに自分が強かったかっていうのは大変じゃん、首大きいから。だから基本的にね、もう首は大きすぎると耳にしようって考えた中国はあるわけですね。どっちかというと左の耳を切るわけです、はい、ね、はい、殺した相手の左の耳を切る、この辺は耳っていう字と関係はあるんですか？ありますね。耳の形、その左耳の形、その形とを手で持つ形、これが取るという字ですね。あー、おう、おう、そうか、耳、左耳で右に手またって書くと、ね、これで、はい、あの手で耳を取る、はい、敵の声、しかも左耳、はい、うん、えぐり取るんですね。取るは左耳を取るのか、はい。漢字とねすごいですね、はい、この世界にやっぱりもう抜けられなかった山本さんは。そうですね、それは導いてくれたものが白川先生であったということです。その白川先生の力強さ壮絶さといったものに自然と惹かれていく、そして自分なりに小さい発見をしていく、でこれが僕にとっての学問の喜びであった。でなおそれは継続してこれ今後もしなければいけないと思っております。まあ白川先生の教えを引き継ぐだけじゃなくて、それ広げていきたい、はい、教えをさらに、はい、場所的に広げるんじゃなくて、それを展開していきたい。 はいはい、でその白川先生お亡くなりになったの4年前。そうですね。でお亡くなりになるすぐ前に白川先生からお手紙が来た、はい、それ今日器に持ってきていただいたんですけど、これがね、尋常ならぬ、つまり読めない、封書の宛名からして読めません。これはこれ僕はさっき実はですね、はい、打ち合わせの時ちらっと拝見したんですよ。で背景は読めたんです、はい、それでね春暖かが読めたんですね。春暖、はい、眠りより覚めた眠りより覚めたる思いあり、うん、違うか、これ何ですか。冬眠より寒る思いありですね。これはグレーの、まあ、巻紙に近いように縦書きで、これ万年筆で書いてお書きになった人だと思うんですけど、はい、その後は何ですかね。これもうぐじゃぐじゃになってます。貴重ですね。あなたの書物ってですね。ああ、貴重、はい、誤配、好評のよしと書いてですね。これ山本さんはすぐ読めるものなんですか。かなり難解ですので、やはりあの崩し字典等を引きながら、だいたい30分かけなければ読めません。
これ崩し辞典に載ってるんですかこれ。非常に正当な崩しの仕方はしてますね。ただその甲骨文字の名残も引きずっておりますので。甲骨文字、亀の甲羅に書いた文字の名残を引きずった文字もある。はい。この度は、もう分かる。この度はトマト。トマトほらトマトじゃないか単なるなんかぐちゃぐちゃにしか見えない。この度このトマトはね甲骨文字だと思いますねこの度は何ですかこれ。お送りくだされですね。ここなんですかその前珍しいですね。この度は珍しいトマトお送りくだされハイジュですね。ありがたくいただきましたということですね。このハイ、このハイジュのハイっていうのは底辺のハイ、背景のハイですね。背景のハイですね、これ崩し文字の正しい崩し方ですかこれ。そうですね。ハイこうなんの。はい、ハイって言うじゃないですかハイジュ、ハイジュ、それちょっと止め、排除、そこで止めてしまいますね。白川先生、大変、文の尻尾を名詞止めで止めることが多いですね。大変な場合多いんですか。はい。排除。最初の体型もそうですね。貴重、公表の良し、体型、大きな喜び。あ、これ体型なんだ。はいはい。これ、立教大学、慶応大学の刑ですか。刑ですね。はい。こうなんのか崩すと、こんな話もう20行ぐらいありますよ。最後の方はこれ最後の方、最後のこれ、はい、これ取り急ぎですか。取り急ぎお礼まで、ね、全然わからない。取り急ぎお礼まで、これ日付ですかもしかして。いや日付です。日付も糸くずみたいになってこれ28日でいいですかもしかして。それは28日、はい、3月28日ですね。3月かわかんないですねへこうやって書く方いらっしゃるんですか。おそらくはもう極めて稀でしょう。白川先生は僕がまだ24の時に僕お手紙差し上げた、そうすると女そのいわゆる石徳というんですけど巻き紙で、そのまだ若造24歳ですで、べーっと書いてお手紙をすぐ返事いただきました。しかし普通の手紙に亀甲文字の名残みたいなものを入れ込む手紙は歴史がそれはないですよね読めませんよそれは。へえ、これ貴重なものだ。へえ、大変大柄な方だったんですか白川さん。そうですね、背丈はさほどではない、でも、一種の巨漢の風貌はありましたね。白川先生、最後、散歩行くんですね。そしたら、ちょうどその時に荒川静香さんが金メダルをもらった。白川静香と一字違いなんですね。荒川静香、白川静香。で、体操を好まれて、で、散歩の途中で、稲葉うわーとか出会うんですよ。90何歳で甲文字で甲文字でそういう嫌いはあるかもしれないいつも京都の街の中散歩なさっててね、京都に住んでずっと漢字の研究をなさって、貴重なのないとか。ありがとうございます。何が面白いですかね、やっぱり漢字の研究を白川先生の後引き継いでおやりになっていて。そうですね、漢字の中には深々と、その精神が称えられている。で、だから漢字に触れるということ自体で中国の古代精神にそのまま触れていってるというふうな実感ですね。そういう実感を、たまたま教師もしておりますから、でそれを、せめて子どもたちに伝えていきたい、で、 できるならば著述をも、成しながら後世の人たちに伝えていきたいという思いのみです。その三千数百年前に漢字を考えて、ずっと中国の人たちは漢字考えて漢字を使ってきて、漢字をずっと研究すると中国人のが何を考えて何をまさにそれこそ感じていたかっていうのが分かるっておっしゃるんですよ、はい、白川先生は、それこそ研究の醍醐味だっておっしゃっててね。ラジオで漢字の面白さが今日どこまで伝わったか分かりませんけど、わざわざ大阪からお越しいただきまして、なんか それほど話をしなかったような気がしてどうもありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。勉強になりました。漢字文化の研究を続けています山本文也さんでした。来週6月19日のスポットライトのコーナー、漆職人の鈴木明子さんをお迎えします。お楽しみに。